久保さん、思い込みが思いを作るっていうね。はい。<laughs> 思い込みが思いを作るっていう。なんか根拠の自信を持てみたいな言葉もありますけども。まあ結構その、社会的な影響だったり、その、なぜ人はそもそも思うのかっていうと、思い込みから始まってるっていう傾向もあると思うんですよ。例えば、それは不可能だと。なぜ不可能だって批判されるのかっていうと、今までに、 それを成し遂げた人がいないから不可能だっていうね。だから、やったことがない方、ことがあるから、事例がないから不可能だ。うん。でも、ある一方では、逆にその事例がなくてもできるんじゃないかっていう、その、思い、自分の思い込みに思い、思いを寄せるみたいなね。<laughs> 誰が何て言うと、自分の思いを実現させるという思いに思、思い込みに思いを吹けるっていうね。だからまあ、 何ですかね、その起点はどこにあるのかっていうと、他者にあったり自分にあったりすると思うんですよ。で、大事なのは、その、自分の人生なので、自分がどう思う、どう思い込んでるのかっていうところを、客観的に見るっていうことが大事なのかなと。他者からの影響、もしくは自発的なもの、まあ、両者あると思いますけども、それを自分が、 この客観的に分析してその思い込みはどういう思いを作っているのかっていうところを見ていくとその思い込みは正しいのか正しくないのか人それぞれ成し遂げたい夢目標ライフスタイルっていうのはあると思うんですけどまあそれに近づけるためにその思い込みは必要なのか不要なのかあった方がいいのかない方がいいのかっていうところを見ると思いっていうのは変わってくるんじゃないかなと思いますけどねいってらっしゃい。